って、まあ、そうですね、なんかものすごい努力家なんだろうなっていうのは感じていたし、やっぱ気持ちが強い、自分をしっかり持って気持ちが強いんだろうなって思ってたんですけど、やっぱりすごい戦ってみても気持ちも強かったですし、まあ、ただこれからプロレスラーとしても、まあ、いろんなわらじをあれしてますけど、プロレスラーとしてもやっぱ一人前というか、まあ、まずは勝ちから狙っていってほしいので、より努力していって、プロレスに対してもやっぱ 100% でこれから挑み続ける長野さんを楽しみにしたいなと思います。大田区でウィーローナーティゲール選手との対戦決まりましたが、それについてはいかがでしょうか。回されてたりとかして、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、いやもう筋肉すごいなって思って、すごい筋トレとか大事なんだなって思って、まあそういうところもしっかり筋トレとかもやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思って、まあ悔しい気持ちはあるんですけど、富裕選手すごいなっていうふうに思ったので、ちょっとでも近づけるように練習していこうかなっていうふうに思います。あの、そもそもあの自力初勝利というのも挙げたいところではあるとは思うんですが、はい、その辺はどうですか。そうですね、今回も、まあ、シングル続きなんですけど、まあ、意気込んでって、この間あの、あ、続きじゃないか、あのタッグで初勝利を挙げてるので、その勢いでシングルも勝ちたかったっていう気持ちはあるんですけど、また次もあるので、またシングル戦で初勝利できるように頑張りたいと思います。あと少しだと思うんだよね。結構モカモカしてたし、ちょっと最後私がちょっと赤井さんにちょっと食らってしまったところがあって、ちょっとモカを助けに行けなかったというのがちょっと今回の相手はないかなと思うので、まあでもまあそうですね、やっぱり赤井さんの強さはもちろん知ってましたけど、まあ、新井もどんどん強くなってるなっていうのもあるし、僕もやっぱり戦ってて、すごい気持ちも強くなってるなっていうので、それをまた今日ね、そういう僕を、まあ、新井が倒せたっていうのは、僕、まあ、自身は悔しいっていう気持ちもあるし、でも、まあ、そうですね、まあ、あの二人がちょっと今日は強かったっていう。
ていうのもあって結構その時々で戦ってる姿を見ると見てるときはなんかすごいやっぱり武道派だなっていうふうな印象があったのでいつか私もなんかこうプロレスルールでもそうですしちょっとなんか特別ルール私の好きな特別ルールでもなんか戦うのも面白いなとか思っててで、まあ、今ねラサーはAWS の世界女子のチャンピオンですから、うん、やっぱりまあまあでも